家紋というものは家のシンボルマークであるとともに継承されていくという特性を持っているもののことです家紋研究家の森本雄也さん日本独自の文化である家紋の魅力を講演や著書、SNS などで伝えています街中で見かけた家紋について尋ねました こちらは河原のお店なんですけどもこちらに霧の門があったりします霧の門はもとも、えー、とは皇室の門で皇室の門といえば菊の門こちらがすごく有名ですけれども霧というのは歌詞するための門として使われます天皇になり変わって祭り事をする人に贈られる門有名なところで言うと秀吉が結構使ったりとかあちらに十字に見えるやつがあるんですけど 矢筈っていうもんなんなですね弓矢の軸の部分と矢羽根の部分をつなぐためのジョイント部分を矢はずっていいますでも別名で切り竹とも言うんですねだから竹をえと切ったその先みたいな形状にも見えるというところから切た竹ともいいます四角い形のものこれ釘抜きっていうもんです釘をを抜くための道具を 仮紋にしたものとは言われているんですけれども現在の釘抜きっていうものはバール状のものが多いんですけどかつてはこういう四角い形のものを使ったというふうに言われています森本さんの家業は着物の染色補正染色の工程で発生したシミや汚れ変色などを取り除き修復する岩場 着物のお医者さんです着物にあしらわれる家紋は森本さんにとってごく身近なものでした歴史や形意味について調べているうちに知識も専門的にホームページで発信するようになると執筆依頼も来るようになりました家紋というものは公、えー、芸の社会から始まってるんですけども宮中に出入りする御所車牛車ですよね。 に入れるシンボルマークとして、車門と呼ばれるものが付けられるようになってきます。現代でいうところの車のナンバープレートのような、えっと代わりとして使われるようになってきたんですね。で、それがえっと継承されるという特性をやがて持って行って、えっと家紋というものにだんだん発展していきました。さらに、そこから武家にも広がりを見せていきます。戦国期になってくると、敵味方の区別なんかにも用いられるようになっていきます。 でそこで家紋とはまた別に旗印専用の門が付けられたりとか複数の家紋を所持される家なんかもどん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 増えてきました太平の世江戸時代になると庶民も家紋を持つようになり見本を集めた門帳が出版されました 重大花紋と呼ばれるようなよく使われるっていうものがあるんですけれども一番多く使われているのは片髪というものがあったりとかしますまあ、こちらは植物の門です鷹の葉というものがあったりとか藤の門であったりとかかなりいろいろとありますねボタンっていうのがあるんですけれどもそのボタンの花を使って例えばカニの形にさせているというものがあったりしますカニボタンっていうものがあったりしますそういう ものを下体っていうふうふに読んでます。JAL のロゴマークのモチーフとなった鶴の丸。昭和初期に活躍したある文豪の家紋でもあります答えは後半でこの家紋を持つ文豪は 太宰治です家紋研究家の森本裕也さんとともに日蓮宗大本山明賢寺へ日蓮上人の孫弟子である日蔵上人によって1321年に創建後醍醐天皇の勅願寺で境内には朝廷の使者を迎え入れる勅使門があります このもんはボタンのもんなんですけれども明賢寺ボタンっていうような名称もあって明賢寺さん専用のデザインになってますボタンは百花王とも言われてます百の花の王とか言って百花王と呼ばれてますそしてあの百獣の王で知られる獅子と合わせてえっ、ー、と獅子ボタンみたいな文様があると花の王様なんですね公家さんが使ったっていうこともあるのでやはり豪華なもの だから大本堂には森本さんがこの寺を訪れた目的のものが家紋の天井画です。大本堂を修復した際に寄進した人々の家紋が奉納されましたこの丸がたくさんババババんってあるやつあるんですけど。 これは実は星のもんなんですね供養っていうもんです石田三成なんかも実はこれが家紋だったりします供養の養っていう字そのものも星っていう意味なんですけど曜日のようですよね1週間っていうのは7つの星のことですでそれにプラスアルファケイトとラゴーと呼ばれる伝説上の星っていうものがあってでその星が加えられたものを供養って言います 蔵の派生形として本家と区別をつけるために周りに何か付け加えることによって分家ですよっていうのを示す「〇に何々」っていうもんを使っておられる家っていうのは分家の可能性が高いんですねこれなんですけど両サイドにあるものはの葉です中央に入っているこれが何なのか見た目がね2っていうものに見えると思うんですけどこれ実は関数字のもともとはこれ折れてないものなんですね。 格子と呼ばれるもので正方形に隙間なくデザインをしてやるっていうものの一つなんですよ。えっとここにね丸の中にえっとこの植物のようなちょっと変わったもんがあるんですけどザクロです。ザクロっていうのはキシボジと呼ばれる、まあ、仏さんのシンボルマークでもあります。 でこちら日蓮の明健寺さん日蓮さんって結構比較的岸母人がお祭りしていることが多いので、まあ、もしかしたらそれに関連して入れられているのかもしれないです次に訪れたのは今宮神社神社の門は神門といいます今宮神社は3階松松は 祭りや祭るに通じ神が宿る神聖な木とされています994年に船岡山に創建され数年後現在の場所に移されます実は平安線と以前から益人を祀る社がこの地にありました えっと、こちら、えっと、五冠にから花というものになります。八坂神社をはじめとする祇園と呼ばれる、えっと、信仰形態を持った神社さんで、共通で使われているものになります。主祭神が、くすさのおのみこです。かつては、後頭天皇と呼ばれた疫病の神様をお祭りしているシンボルになります。 疫病から守ってくれる神様ではなくて実は疫病をばらまく神様なんですねこの門をつけることによって逆に疫病で疫病を総裁するっていうような考え方ももしかしたらあるのかもしれないですこれはある歴史上の人物が寄進した灯籠これねすごく分かりづらいと思いますけれども実はここに門があります。 目結いであったりとかこの爪というものになりますでこの目っていうのはもともとは目結い文様とも言います引た文様とも言うんですけれども絞り染めのえっと文様でできたものでその一部を繰り出したものですで実はこちらの門のはえっと本条家 の門になります慶松院という徳川家光の側室にあたる方がおられますもともとは京都のお玉さんというんですけれども本庄家なんですねでお玉さんが神輿に担がれてお江戸に行ったっていうこともあって玉残しという言葉が生まれましたで今宮神社さんっていうのは玉残し神社という別名もあります研究者が把握している家紋はおよそ5万種未調査も多く 総数は20万に上ると推測されていますさらなる研究の必要性を痛感したのは東日本大震災でした津波でお墓が流されたりとか倒壊してたりとかお墓には名字と家紋というものが必ずそこにあるともしかしたらそこにしかなかった家紋があったかもしれない今のうちに保存しておかないと 未来に残っていかないもんもどんどんんこれかから出てくるかもしれない日本固有の文化を次世代へ森本さんは家紋フェスを主催したり辞典や家紋を擬人化した本を出版するなどより親しみやすい形で普及に努めています家紋っていうものは。 先祖から伝わってきている思いの結晶であるというふうに僕は考えています先祖が自分たちを守ってくれているというお守りであるというふうに考えております継承化された日本の美と心家紋発祥の地京都で生まれ研究に取り組む森本さんは調べれば調べるほどに広がる世界を感じています